はさ、なおかつ明日は雨なのかな。そうだからみんな頑張って頑張ってください。雨だけど頑張ってください。なんか今日語彙力なさすぎて、ちょっとみんなのコメントを読む日にしよう。語彙力ない今日。なんか話変。あーそっか、10月末の方もね、そうだよね、いるよね。1ヶ月後もお待ちしてます。そうでも明日、今月は明日だけだったので、そうお話し会はね、そう明日だけなので、今月はそうぜひ話すこといっぱいあるんだよって方はいっぱい話してください、はい、です。朝に当選したのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうサイン、あれサイン書くのなんかさ、自分のサインさ、ほんとなんかこのお話し会、なんかあのそうちょうどさ、あの握手会なくなっちゃってさ、お話し会までの期間だいぶ空いたじゃないですか。え、そうだいぶ空いてさ、そうだいぶ空いて、でなおかつサイン会になるまでもちょっと期間あったじゃん。そうでさ、なんだろう、グッズとかさ、なんか他のやつでさサイン書いたりとかあったけどさ、なかなかやっぱ書く機会減ってさ、そう減って、でもサイン会がこうまた復活して、なんかほんと復活したての頃、自分のサインよくあんま分かんなくなっちゃってさあ、どんなサインだっけと思って、え、そう頑張って思い出した、どんなだっけと思いながら、え、そうそうで、そう今っていうか、そうこの前から裏側に、そうあのメッセージをそう書いてるので、ぜひね明日当たってる方だったり、これからのあのそうリップグロスのあのお話し会でサイン当たってる方とか、あサインまだわかんないか、そうサイン会お話し会のサインの部のやつに来てくださる方は楽しみに待っていただけてたらなと思います。はいです。そう裏面結構しっかり書いてる、なんかその時話した内容だったりとかを書いてるの、延長線延長線、一人で延長線してるそうその時話したやつだったり、なんか近々あったことだったりとか、なんか一人でお話し会の延長線を書いてるので、そうあのフレコンのやつね、そう前編後編で多分そう全部が見れるわけではないとは思うんだけど、あいまだまだそうまだ見れてなくてあれなんだけど、そう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 、嬉しいね、嬉しいよね、嬉しすぎる。そうなんかあのさ動画、あのそうありますよっていうあの宣伝動画に
ちゃんとみんなユニットそれぞれのが映ってたりさ、そうしてて嬉しいと思った。そういう何回か出てきてるのでぜひ見つけてください。そう、宣伝動画だけでも3回ぐらいで、3回そうだね、全体ので、そう3回以上は映ってるけど、あ、間って分かるのは3回ぐらい分かったので、そうぜひぜひユニット2個と、もう1個ね、そうあれなんだろう、法定速度の時のあれかな、多分ね、そう違うかもしれないけどえ、そうユニットね、そう青空カフェとミステリーラインですね、ユニット以外担当させていただいたのは。そう本当は青空カフェはまいちゃんがね、そう予定だったんですけど、卒業そうしてしまって、代わりにやらせていただきっていう、はい、なのでそう可愛いのとかっこいいユニットができましたね、はい。そうでミステリーラインは結構メンバー含めファンの方も含め、そういろんな方が好きって言ってくださってすごい嬉しかった。そう嬉しかった、そう一曲でもあるのでぜひ見てください。そうなの、そう嬉しかったぜひぜひ見てください。え、そう前編ってどこまでなんだろう、ちなみにね、そうこの後見よう、この後見ようってこの後見ます。楽しみ、ぜひでもね、まだ見てない方もきっといらっしゃると思うので見てください。青空カフェの衣装似合いすぎてて好きだって、嬉しい、可愛いよね。うん、なんかすごいさ、なんかどの衣装を見ても思うんだけどさ、本当衣装さんってすごいなって思っちゃうね。でもなんか衣装さんとかメイクさん含めなんかもうおしゃれさんがすごすぎて、なんかね本当になんかうおーっていつもなんかもう初見かのようなさ反応しちゃうそうすごいってなるね、なっちゃうよねっていうなっちゃうよ本当に。なんかさ、それこそさ、その今のシンチームのさ、まあそれぞれなんかシンチームになったらさ、なんかそう衣装あるじゃないですか。今回で言うと逆上がり公演のオープニングの、そうゴールドとかの方側だったり、そう他にも新衣装何個かあるんだけどさ。ユニットとかファンレターとかで、そうそうあるけど、なんか本当になんかそれぞれにそのそう合ってる形をさ、そう合いそうだったり合ってたりとかの、そう
形で作ってくれたりさ、もともと先輩方が来てたのでもさ、なんだろう、体型とその合う衣装、その子にこの衣装合いそうみたいなので探してくれるからさ、ね、すごいね、すごいなって思う、本当にすごいなって思う、本当。いや、あの衣装をまた着たい。あの、そう、新衣装つながり、あとフレコンのあの赤チェックの新衣装、そう、あれ、そう、なんかあの時が、そう、ちょうどあの、そうそう、あの成人メンバー、そう、あの5人、そうそう、ワンか、ハタンとかもか、あの前座出てた方とかも含めて、そうさ、あの衣装で、わかんない、撮ってる子もいるかもしれないんだけど、あい、撮れなくて、そう撮れなくて、でなんかすごいリズム感、そう、撮れなかったからまた来たいって思ってる。そう、かわいいよね、かわいかったよな、あのフレコンの新衣装、本当に可愛い。着たい。着たい。何かで着るね、着れたらいいけど、どうなのかな。ね、着れないかなって、着れるかなって思いながら待ってる。そう。あの形ももっと人様々、人様々、人それぞれ、そう、スカートの子もいればズボンの子もいる、そう、ズボンの方もいるの、意外とみんなスカートに見えるじゃん、ズボンの子がいるんですよズボンの子がいるんですよって、そう、ズボンの子いたりとか、なんかそのスカートでもなんか、そう、違うんですよ、え、本当になんか、え、そう、もう全部の衣装見てほしい。え、そう、ほんとみんな違うの、すごいんだよ、すごいんだよ、そう、そんな感じで、ほんとにすごい、すごいなって思いながら、すごいなって思いながら、ほんといつも、そう、メイクさんもさ、あゆさん、そう、あゆ、あのヘアアレンジできないからさ、自分じゃストレートと外羽と巻きがなんかその時その時でできるかできないかぐらいな、ほんとそれぐらい言い訳はしないの、ほんとに、いや、簡単なんなら見分けるかもしれないんだけど、本当にヘアアレンジできないから、そう、ドメイクさんもすごいって思っちゃう、で、みんなそう、本当おされさんがすごい、そうっていう、はい、そんなすごいよね話でしたはい、じゃあランキングを読みたいと思います。13位アスパラ屋さん、ありがとうございます。12位ゆきみつさん、ありがとうございます。11位ゆうすけくん、ありがとうございます。10位プラハタさん、ありがとうございます。9位クラウディーハートさん、ありがとうございます。8位あきらさん、ありがとうございます。7位ひでさん、ありがとうございます。6位ピカルン、ありがとうございます。5位かんさん、ありがとうございます。4位あいちさん、ありがとうございます。3位つばさほしさん、ありがとうございます。2位かもんさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ぜひまた明日も見てください。そして明日のお話し会、来てくださる皆さん、よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。バイバイ。